はい、皆さんこんにちは、こんばんは、ジジさんです。今日は2020年の1月13日月曜日、成人式の、ね、日でしたね。ただいまの撮影時刻は22時02分となっております。はい、今日は何のお話かというとですね、はい、久しぶりにね来ました、はい、ユニハーツタイタンの話題でございますということでね、はい、ユニハーツタイタンなんですけども、はい、今日ね、Facebook かな、昨日だったかな、 Facebook の方でですね、このねユニハーツタイタンの使い方としてね、このキーボードをねこうなどることによってナビゲーションって言ってね、画面をスクロールすることができるんですけども、ユニハーツさんのね、Facebook のね、コメント欄で、まあ何人かの方がね、まあブラックベリーなんかお使いになっている方が多かったみたいですけども、ブラックベリーはできたんだけど、タイタンはどこでね、設定したらできるようになるのかなというようなことでね、コメントを書かれてたね方がね結構いらっしゃいました。ということで、今回はですね、まあこの動画はこのね、キーボードを使ってのスクロールをどこでね設定したらできるようになるかっていうのをね、ちょっとねご紹介していきたいと思います。それではね、ちょっとカメラの方をですね、手元のウェブカメラにね、切り替えてですね、ちょっと皆さんに、お見せしたいなというふうに思います。はい、切り替えましょう。よいしょ。はい、こんな感じでちょっとね、ライトがね眩しいんで消しておきますけども、はい、ここのね、キーを使ってということなんですけども、まずね設定の方からいきます。はい、設定のねメニューのところにこのインテリジェントアシスタントというのがね、アシスタンスかっていうのがねあるんですけども、はい、この中にね、下の方にも見えてますけども、はい、スクロールアシスタントというのがありますね。はい、でここのところがね、今ねオフになってますけども、まあね、ジジさんこれデフォルトでこうオフだったんだけど、中にはもうデフォルトでオンになってる人もどうもいるみたいなんだね。だからまずね、自分がオン設定になってるかオフ設定になってるかっていうのはね、ここでちょっと確認してみてください。はい、で、ここにアイマークがあって、インフォメーションということでね、オープンスクロールアシスタント、in some interference that allow to slide up and downOr left and right. ね、スクロールオンザキーボード with your finger can slide the content on screen ということでね。はい、これをね、オンにすることによって、まあね、アップダウンね、横方向ね、これの操作ができるようになりますよということで、一回ね、これをオンにしてみましょう。はい、で、戻るボタン、まあまあ、クローズでもいいのかな。はい、一回落としておいて、ね、何にしようかな。例えば、インスタグラムでちょっとジジさんのね、インスタグラムをちょっとね、上げてみましょう。今日ね、アップしたやつもね、カスタドーンっていうやつですけどね。はい、まあもちろんタッチスクリーンなんで、こうやってね、指でね、こうスライドアップすることができるんですけども。はい、ここのね、ナビゲーションキー、ちょっと光ってて見にくいかもしれないですけどね。今わかります?画面動いてるの。こんな感じでね、画面をね、こうスクロールアップダウンすることができます。で、今ね、ちょっとジジさん、これインスタグラムなんで、横のね、スライドバーがないですけども、画面上で、例えば、インターネットのね、画面なんか見てて、横のスライドがね、あるようなやつは、こう横にスライドさせれば横スクロールができるということで。はい。まあ、縦長のね、まあ、こういうインスタグラムだとか、ツイッターだとかね、なんかはこうやってね、キーボードをなぞると、まあ、スクロールアップダウンができるよということですね。で、くれぐれもね、ここの指紋認証のここのセンサーのところをね、なるべく触らないようにしてください。これ触ると、長押しすると音声認識になるしね。軽く触ってみると画面閉じちゃうんでね。これちょっと閉じますよ。ピッてね、ちょっとね、これ触れちゃうとね、こうやって画面戻っちゃうんだよね。うん。まあ、その時はこれでね、またタスクバーでこう戻ってくればいいんだけども。はい。まあそんな感じでね、設定することができます。はい。これ閉じておきましょう。はい。もう一回ね、ちょっと見せておきますね。ここの画面の設定画面のところの、はい。インテリジェントアシスタンス。はい。で、下の方にスクロールアシスタントというのがあるのでね、ここをオンにしてください。はい。ここね、これオフからオンにしてください。はい。こんな感じでね、スクロールを設定することができます。はい。ということで、
ちょっとね、画面もう一回ね、照明を焚きましょう。よいしょ。はい、こんな感じでね、ユニハーツ、タイタンね、画面のスクロールを、まあ、コントロールすることができるということになりました。はい、ジジさん、まだこれ4月の4日か5日にね、開封したのかな。で、今日13日でしょ。うん、まだまだちょっとね、使いこなせてないんですけどもね、これからね、ちょっと一生懸命使っていきたいと思います。はい、まだね、バッテリーが初回に充電、満充電して 43% 残ってるということでね、驚異的なバッテリーの持ちだね。はい、そんな感じで、じいさんね、これからもどんどん使っていきたいと思いますんで、こんな使い方、こんなね、設定もできるよというようなね、な情報があればね、皆さんとシェアしましょう。ね、共に勉強していきたいなと思います。コメント欄の方にね、そういう情報とかね、質問とかお寄せいただいたら、ね、じいさんもちょっとね、試してみたいと思います。はい、今日はちょっと短い動画でしたけどもね、こんな感じでユニハーツのね、情報なんかもね、このチャンネルでは取り上げていきたいと思いますので、興味ある方ね、またジジさんのこのチャンネル遊びに来てみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。それじゃあ、また。